おはようございます、原沢です。空調服です。仕事で着てます。でこれですけど、長く使ってるとこのファンが汚れるんですね。ほこりを吸ったり、草刈りすると草刈りの汁を吸ったり枝が入ったりで、ですね、今で私のファンが今こんな状態になっております。もう羽がもう汚くなって、そしてこうなんか綿みたいなのもついてます。でこれをちょっと今ちゃちゃっと掃除だけしました。どうやってやるかをご紹介します。そうしてですね、やり方とするとです、ただこれを綿棒で大体やる人多いと思うんですけど、ただこうやってやってると羽がいつまでたってもこうくるくるしてて、ちゃんとできないので、途中に1個綿棒を差し込んで、そうすると羽が回らなくなるので、しっかり力がかかってこうやってコスコスきれいにできます。まあちょっと時間かかるんでそこは、差し替えます。で、ある程度すると、これ5分ぐらいでやりました。この程度綺麗になります。そして、ですね、これに電源をちょっと入れてみます。はい。こちらが洗ってない状態。なんかどっかでカラーっという、なんか、嫌な音がしますよね。で、こちらが掃除した後、全然音が変わったのが分かるかと思います。多分反対側もちゃんと掃除すれば、この感じの音になると思います。まあ、こにーっていうのはもうかなり使ってるからあれかもしれないけど、風切り音の話ね。かなりそれで音も静かになるので、ぜひ皆様もやってみてください。まあやってるでしょうが。確実にやるには、綿棒をぶっ刺す。そして隙間からやる。で、丁寧にやる。で、反対側、裏側も多分やった方がいいと思います。結構こんな汚れが取れます。どこだったっけかな。この辺空いてるところがあるので、この辺からやればもっとやりやすいかと思います。ちょっとやってみるか。ここからなら。でこのブレードの先の方、特に塊のゴミがつきやすいので、その辺をきれいにするとより音が静かになると思います。いい。そんなところです。空調服のファンのお掃除の回でした。おしまい。